皆さん、こんにちは、えー。本日の大谷さんのコーナーです、えー。本日もですね、オープン戦に出まして、えー、3番 DH ですかね、で出場となりまして、えー、3打数1安打ということで、えー、連続でね、ヒットが出ているということで、まあ、とてもね、いいかなと思いますし、あとですね、まあ、左ピッチャーからね、打てない、打てないって、まあ、去年もね、言われてたと思うんですけども、ここのところ左ピッチャーから、 ヒットが出ているということで、ですね、それもね、いい、えー、兆候かなというか、シーズンに向けてね、いい状態かなという感じはあります、ねえー、そしてですね、次のピッチャーとしての登板が日本時間の14日、でオープン戦か練習試合に投げるということで、えー、3回か4回投げる予定となっているようで、まあ、前回、ね、素晴らしい、えー、投球を見せてくれたのでね。 まあまた今回も、えー、そのような投球が見られるといいかなと思います。ということで本日は大谷さんのコーナーはこれで終わります、えー。そしてジャイアンツとマイナー契約をしてですね、えー、メジャー昇格を目指しておる山口投手ですけども本日登板しまして、えー、今日はね2奪三振1アンダー無失点ということで、えー、フォークでですね空振り三振を取れてるということで、まあ、非常にね いい状態というかいいアピールをね続けているなと思いますでまあ去年はですねオープン戦の段階からあまりこう良くなくてですねまあシーズン入っても、まあ、あまり良くないで終わってしまったという感じでだったんですけどもえ今年はね勝負の2年目ということでまあちゃんとね準備をしてもうオープン戦から勝負できるようにね、えー、行っていたのでね、まあ、途中でこうリリースされたりしましたけども まあ状態はちゃんとしていたということで、えー、結果につながっているのかなと思います。なので、ね、このままこの調整を続けていって、えー、メジャー昇格が、ね、できればいいかなと思います。ということで本日はちょっとね、短めとなりますけども、えー、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。では、これで終わります。